スタートしました。1番のかん三栄ホープで遅れました。今日のメインレース重賞第14回観劇賞です。先行争いです。まずは龍のラブ1台と6枠2頭いきました。ディック関東外目から内から2番のスクリーンハッピーです。ホームストレッチ中段3番チャイオートニーナあるいは外に並んで常王の体勢でメインスタンド前です。 7番、龍のラブ先頭1台2番手3番手、ディック・カンゴールバン通過内2番のスクリーンハッピーチャイオーです外目からツネオーそしてその外目からサプライズハッピーの展開で1コーナー入ります4番のトゥニーナ中段後ろ後方にかけましてシーザードナルドそして馬の城カントリーサイン 1000m 通過 3A ホープシンガリ先頭から最後方8馬身から9馬身2コーナー ニューロ帽子2頭先頭2番手竜のラブ1台の展開で向正面です3番手にディック・関東で残り800の標識を通過2番のスクリーンハッピー3番チャイオーにサプライズハッピーですその後ろ5番のツネオー中段位置4番のトゥニーナ後方に馬のジョーそしてシーザー・ドナルドがつけました後方はカントリーサインとサンエイホープ600を通過 第3コーナー手前、一団です、先頭リュウの、龍のラブ、竜のラブ、一塁二番手、そしてその外目からじわっと上がってくるのが、ディック関東3、4コーナー入ります、3番のチャイオーで、残り400の標識を通過、サプライズハッピー、外目からじわっと上がってまいります、さあ、前の争いは、先頭は今度は一塁に変わった、一塁が先頭、そしてサプライズハッピー上がってくる、その間を進んで、ディック関東直線コースへ、先頭に立っている一塁、200を通過、一塁先頭、リード、二馬シン、二番手ですが、ディック関東、ディック関東、その後ろには、 サプライズハッピーです追い込み勢から1番、サンエイホープ馬の城ですが完全に突き放した1台2番手はディック関東・カントー1台合輪2番手、ディック関東・カントー3番手、エイホープでした8番の1台今日は、同詠から転入2戦目重傷勝ちを収めています